なりますねというのはあのいつもお世話になっている広島のテレビ局なんですがそこの,その自分が関係する番組なんですがね取材に出てたんですよねまあ親しいディレクターと一緒にそうしたらまあなんと大地震なんですよ大変な地震でしてねこれはもう電車はもう動かない道路は寸断状態高速も使えないんですよ。まあ、我々は一応ロケ車で行ってますから それでどうにか帰ってたんですがねまあ大変なことになってましたよねでこの同じ市、まあ、建設関係の仕事をしている方なんですがね仮に和田さんとしてきましょうかね、まあ、50代の男性なんですがねもう施設の,その建設をするというんで広島の市内から、まあ、結構離れた場所なんですがそこ行ってたんですよねまあ段取りを済んだんでさあ帰ろうかと思ったらばこの状態で帰れない電車は動かない道路は済んだ状態 高速も無理その日のうちに広島の市内に入りたかったんですがこれはどうもできそうもないこうなったらまあ仕方がないからどっかで一晩ね泊まってで明日帰ろうだったらまあね温泉か何かの気に入ったとこでもってねちょっといい具合でもって一杯やってっていのはいいなあと思ってタクシーの運転手さん呼んでね「あの運転手さんどっかの気の利いたねちょっといい予感ないかな」と「温泉か何かありゃあいいんだけど」って言うと。 いや、この辺りはまずね観光地ありませんしね温泉もないしそういった旅館ございませんがねああそうねえ味気ないねビジネスホテルっていうのもちょっとな寂しいしな大体宿があるかどうかねそうですねじゃあ探し探し向かいますか、えー、じゃあ悪いけど広島方面向かって宿探しながら行ってくださいよっていうんで、ね、タクシー乗ったんですねおしゃべりしながらタクシーが向かっていく。 途中ねあのホテルでもあったんで寄るんですがもう人が入って部屋がないって言うんですよでまた走ってくでまた見つかたんで行ってみるとここもダメだうーんないもんだな弱ったなと思ううちどんだんだんどん,ん日が暮れてきた心配になってきちゃった「運転手さんこれまずいね日も暮れちゃって」そうですねじゃあ次のところ何か見つかったらそこにしましょうか」そうだね」って言いながらやってくると「 小さな旅館があったんですね。古い旅館のようなんですがねで運転手さんも付き合ってくれて「すいません」って行くと坂東さんが「あ,あどうもいらっしゃいませ」って挨拶したんですいませんがって言ったああ誠に申し訳ないんですがねもう部屋どれもいっぱいで空いてないんですよ」って言うんですね聞いてみるとどっかの,その企業がねうんそのまま貸し切りというかなうん断定に入っちゃったと。 でも部屋の方がいっぱいいっぱいでそれでももうきついぐらいなんだっていうんですねだから空いてる部屋がないっていうんですよ弱っちゃったなこれからねもう行くって言ったってこの先宿があるかどうか分からないしそうなら本当に江ノになっちゃうしな弱ったなって言ってるとそうですかまあね一つまあ部屋ねあるにはあるんですがまあお泊まり頂くにはねああるんですかいやいや あるにはあるんですがね、えー、お泊りできるような部屋ではないんですよね、えー、どうにかねして差し上げたいんですがいやあのー、ねバンドさんその部屋では構わないんで止めてもらえませんかいや本当にあのこの入り口のねそうでも構わないし泊まれればいいんですから、えー、出ないと止まってもなくなっちゃうんでどうにかなりませんかねえ、ね、そうですねこっから先ねこの時刻ですからね どうどかな。「いやお願いしますよそこでいいですから」とさっきのさんも「いやもうこの先ね道だってこう行けるかどうか分からないしできませんかね」って言ってくれたと坂東さんが「そうですねお気の毒ですしじゃあのその部屋でよろしいですか?」って言ったんで「ええええもうそこで十分泊まりゃいいんですか」え「泊まれることは泊まれるんですがね」って言いながら「じゃあのご案内しますから」って言うんですね。 で、でついいてった。たもう人結構たくさんいるんるすよね。小さな古い旅館普段はおそらくそんなに客はいないと思うんですがねこういう突発的な大地震でちょっと状況違うんですね人が動き回ってる結構声がしてる賑やかなんだ。と今度は暗い廊下を突っ切ってどん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 ,どん行くうちにあれこれ離れ行くのかなと思った。やがて声も聞こえなくなってきて静かーになってきた。と、古い、 日本の,その建物ななんんでですすがねね座敷があるようなんです、ね、何だろう宴会場かな離れかなと思っていると「こちらなんでございます」で番頭さんがふガラガラガラ入り口を開けた玄関のようなこうスペースがあってねその先板敷きのスペースなんですよね8畳ぐらいあるんでしょうかねそこにまあ洗面所とかねトイレだとか、まあ、向こうにね風呂場が見えてんですよガラスが閉まってる。室間が閉ままっってこちららでございますかつ開けた で入って部屋の帰りつけたんですねぼんやがりがついたんですがあらーと思った作りは決して悪くないんですがねもう長いこと誰も使ってないような部屋なんですよねどういう部屋なんだろうなうんーなんか匂うこれなんだろうカビ臭いような仙石臭いな匂いがふーん棚をがついてくるしなんかじめーっとしてねどんよりしてるんだまあ贅沢は言えないしね バントさんがすいませんあの急なことでしたんでねまだあの男の方がこうしけておりませんけどもああそうああじゃああのそれとあのお風呂なんですがねこの部屋のお風呂今改装中で使えないんで大浴場の方お使いいただけますかあ、はあ,いやあどっちでもねあの大浴場の方でもって入るつもりだから、うん、私は広い方が好きなんでねとああそうでも助かりますいませんじゃあのお風呂に行ってる間にこちらのお布団の方使っていただけますからああそうあそれと番頭さん あのこれ冷蔵庫にビール入ってます「いや申し訳ないんですがねここ冷蔵庫ないんですよ」あ「あないのじゃあ本当にさっとねお湯浴びるから30分ぐらいで出てきますからね瓶ビ,ビール2本それとなんかつまめるもんでもお願いできれば嬉しいんですがね」「かしこまりました」って言ってで坂東さんは去っていったわけじゃあって言うんだよねでねで早速そのまま太田さん大学場行って風呂へ使って「ああ」と。 で、本当に30分ぐらい出てきた部屋へ戻ってきたこの一番のオンエの方っていうかな本館の方がね人もいて結構雰囲気あるんですよ明るくて長い廊下やってくるとなんだかだん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 暗くなってくるしね寂しいし何にも増えてこないなんだか暗いよなあここガラガラって開けた小さな玄関口ができていてで板の間があってねでその向こう襖、すまッ開けたピシャッと閉めて ふーっと見ると、るるもう布団敷いてあるんですよね。テーブルに向かって座ってると「失礼いたします」「あのビールをお持ちしました」って声がしたんだ。はいはいはいちょっと入ってください」って言うとずっと開いて中居さんが「失礼します」テーブルにビールを2つつまみを置いてで言うとはなく小田さんが「お姉さんこれなんだかここあれだね空気がこうよどんでるっていうのかなねえ長いことを使ってないからかな って言えーって言うんですがこっち顔向けようとしないんですよねそれとさなんかこう匂いをねほらあのほこりのようなさセイコンみたい匂いこれ結構するよねはぁ、あ、言うんですがね顔向けないんですよねここはきっと使ってないんだねえ？締め切ったまんまずっとこうなってんのかなって言うとはぁ、あ、って言ったらき顔向けようとしないんですよ これどういうい部屋なんだろうな、はいはい、じゃあどうもねお姉さんありがとう。でお姉さん出てったからごゆっくり。行ったんでじゃあ手着でもってねビールー。まあしょうがない。一応まあそれでもね呂に入れたし休む場所があったんでよしとしとこうと思ってく。さあそうこうして2本みんな飲んじゃった。じゃあまああなたは寝るだけだなあと思って。 さあ寝ようかと布団に入ったんですがねなんだかこう喉がベタベタするんですよねダメだやっぱりなんかうがいした歯磨きとかなんかしないとダメなのな起きてね進ますすだけた広いね板敷きのスペースがあるそこ洗面所がありますからとっととと行ってシャーッと目出してふわらわらっガラガラッと埋めしてえああってながら ひょいっと見るとガラスが目に入ったああああ、なるほどなこの風呂場か今改装中ってのはそうなんだなと思いながら何気なくねどんな改装してんだろうと思ってガラスをガラ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 ,ガラ開けてみた、うんあれ何だろう何かちょっと様子が違うんだ壁のタイル剥がれてるんですよね なんだこれ剥がれてるな床はなんだホコだらけ。明かりつけってみようかと思ったらカチッと音はすんですがね明かりつかない。あダメだ,だこれ明かりつかないなとこちらの板付きのスペースの方から明かりがふーっと漏れてんでもうなんか見えないわけじゃないんですよね。あれあれ浴槽壊れてんじゃん。これ階層じゃなくて壊した後だよな改階してないよ。埃はあるし 九五、えー、の巣がヒラヒラしてる掃除もしてねえなこれ。っていうことはこれずーっと閉めたままになってんのかな匂いうなしけたようなここかこれ浴室のにいかななんだか嫌な匂いするなこう血の腐ったような気持ちの悪い匂いしてるぞこう、えー。と目の先でもってチラッとなんか動いたんですおっ見たん見るとそこ大きなお札がっあったるんですよね。 ほこりっぽくて死に焼けてあまりよく見えないんですが上の方がめくれてねこれはピラーンピラーンピラーン,ン,ンピラン動いてるなんだいこれこのでかいお札なんだろうなんでこんなもん貼ってあるんだうええんそこになんだろうどんぶりだかね亀だかなんだかわかんないの動いたんでこれ何が動いたんだろう見るとあら中に灰があって線香の燃えさしがあるなんだこれ お札があって線香か。なんだこれ、この浴室何かあったのかな、これ。およそよ。嫌だな。な、気分悪いな。いやいや、やめとこう。止まるとこがないんだから、出たか言えないし。うん、まあ、なんかなって、きっと。線香をたって、お札をたったんだろうから。なあ、やめと。で。ガラガラ、ピシャ、詰めた。へえ、戻ってきた。さあ、さあ、さあもう寝よう、もう寝よう。ああ、寝よう。で。布団入って。 で目をつつったうつらうららしてるんですよね眠っているような眠ってないようなそのうちになんだか「ああだめだ」なんだかトイレ行きてこなった「しょうがないな」って「いやじゃ起き上がっちゃったこんなところは帰って寝るより起きてる方がいいかもしれないな」って言いながら襖を開けたまんま多少怖いですからねで板敷きのスペースがある。 ですぐそことに洗面台があってトイレがあるから、えー、にぃって開けたスイッパーきかえてでふっと向かってね「さあ用を足そう」って言うんですかね多少酔ってんでしょうかねふらふらしてて自分がふっとこう手ついたわけ。手ついた用を足そうとしてると静めに帰った中でガラ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 んガラッとなく音がした。えおかしいな。 風呂場かガラガラガラと開いていくガラスは風呂場しかありませんからね誰開けてんだここに自分しかいないんだでも誰かが風呂場のガラスを開けてるうおーっとぞーっとったおいよそよおいよそよおい勘つけよ何しろさっきお札が貼ってあったし線香のねもう一冊見てるんですよねどうも様子が普通じゃないしそれをガラスを開けて誰か出てくるようなんでおい 人なんかいるはずがないんだ。寄せよなんだと怖い。それまたじーって言って、と、ピト、ピト、ピト。いたちとスペースなんですかね。それでやく足音がする。いる。人が歩いてるんだ。いるはずがない人間が歩いてるんでさすがにざーって言って。もうこうなると世の中出せない。 やだおい気づかないでくれよ頼むぞ気づかないでくれよ気づかないでくれっこの中でただもう死でてよって自分のいるそのトイレの板のその向こうを歩いていくそれ出口へ向かってるんじゃないんだ自分がいたあの寝ている雑宿の上へ向かっていくんですよね ふうふう今自分トイレに行くからいいんですよねもしあのまんま座敷にいたらおそらくそして会ってしまう相手はおそらくこのようなもんじゃない体がガタ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 触れだしたまずいとえらいことになっちゃったひでえとこ止まっちゃったなと思ったけどもうしょうがない こうなったら、相手に勘付かれないように、ここを出て、で出口からね、それで飛び出たよ。もうね、あんたはもう玄関口のそばで寝ようが、どこで寝ようが、したこっちゃない。何しもここから出ようと思った。圧がふーっと飛び出してくる。怖い。怖いんですが、たそーっと扉を開けて。柔らかく出て、ひょいって見ると、ガラスと開いてる。さっきディムちゃんと閉めてるんだ。開いてる。開いてる。 で、歩いて行って壁にっ張って張り付いたあらっと思った出入り口あるんですよね小さな玄関口があるでもそれ座敷の襖が開いてますからね部屋の中から丸見えなんですよねあそこ歩いてたら3日ちゃうということはこの壁に沿ってずっと行って襖の階から一気に走って入り口行くこれしかない 音を立てないように壁にしっついて少しずつ進んでいく襖だ襖があるその石はスーッと行ったで着いたさあここからいよいよすぐそこにあるその小さな玄関口そのとを開けで飛び出したらい,いわけだから <laughs> さあ行こうと怖い怖いんですがさあと思ってると にーっと音がしたえ、ね、なんだこれ何の音だにーと鳴く良県の音がしたんだよあなと思った気になるんでね襖の端からそーっとなんか覗いてみた壁のところのこれ三面鏡なんですがね三面鏡ってのは真ん中に大きい鏡があって両脇からこう二頭が閉まるようにね扉が二つ その裏には両方とも鏡がついてるわけですよねこれをふっと広げるわけだその左側こっちがまるで人を上げてるようににと開いていくもしかするとこのや少し傾いてるのかもしれない床がでこの扉が勝手にふーんっと開いていくのかもしれないでもなんだか気持ち悪いだん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 これが開いていくんだにーと 正面のその鏡に開いていくこの扉のこの裏の鏡が映り込んでるいーだん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 映り込んでいくそのうう時何かふっと動いたように見えたんだよ何だろう何か動いたなあと思った怖いんですがじーっと見てるとやがて室内が映ってきた薄暗い部屋の中壁が映ってきたじーっと見てる 襖が映ってなおこれはギーッて開いてくと「むっ!」襖の前に女が立ってる髪が濡れてべっしりと顔にくっついてるんだ体がぐっしり濡れてる <laughs> そうかこいつだ今フロアのガラスを開けて出てきたな この女なんだぐっすり寝てるんですがそれがだんだんだんだいていくとそれ違う頭から流れた血がびしゃーとこ然で濡れてるんだうーんおいで見てて気がついた女がいるその場所それそれ自分が今隠れている襖の向こう側にいるんだ薄い襖を挟んで自分がいるその裏側に女が立っている さすがに怖くなってきた動けないなあもうこれはじーっとく固まったままただじーっと見てるこれがにーっと開いてとんってついたその時にはあ、っと思った襖の外からこう覗いている自分のその片方の目が映り込んでるんだまずいと思った瞬間女がそれに気づいたらしいチクッと動いたはー、あ、と思った とふさの向こう側から、ぐっと手が伸びて、自分とって、ぐっと掴んだんで、うわっと。とお前かーっていう声がした。うわー、とった瞬間、ぐっと引っ張られたんで。もう悲鳴上げながら、夢中でもって、ああ。その手をどかして、戻るって、そのまま転げるようにして、入り口へ。ああ、倒れていった。ガーええ、と転がるようにして、廊下へ行った。兄ちゃん、走ったようなんですかね、そのまんま。意識失ってしまったんですよね。 しばらくして「ははっはっ」って気が付いてる見ると自分廊下にいるんですがね坂東さんが顔をのぞいてる「大丈夫ですか大丈夫ですか心平さんの顔で自分見てる」はぁ「はっはっはっ」そして我に帰った瞬間恐怖があるもんですからね急に「カーっと腹が立ってきた怖さが先に立ってんですよね「何な,なんだこの辺、一体あんたどうなってるんだよ」冗談じゃないこの部屋めるわけないだろ あれこれどなるんですが番東さんが静かに「はいはいはい」って聞たら誠に申し訳ございませんでした実はあのこの部屋なんでございますがね長いこと使わないままになっていたんですこの部屋というのは以前はまあなんと言いますかね男女の密会の間になっていたんですよねでちょくちょく来られる不倫のカップルがおりましてねある時のことなんですがね その旦那さんの方が大浴場行ってこの女性の方が、まあ、このお風呂入ったわけですねお部屋の。とこの女性のその亭主という人間がどこかで着付けたんでしょうかねここへすごい勢いでやってきましてね手になた持ってるんですよ。そのまんま飛び込んできて部屋の中探してふらふと気が付くとか風呂開けて。 さあ気が付いたんですがねその女の方は逃げようとしたって狭いね浴室ですから逃げようがないさあ持ってるなたで持ってめった切りですよ。血がバッと辺り飛んでね中はもう真っ赤な血の海なんですよね。でその中でこの女の方はね亡くなってるんですよね。まあ、そんなことがありましたからねここをどうにかして作り直そうと思うんですがね。 どうもうもまくいいかないんですよね毎回毎回さあ作り直そう戦いようとしながら手をつけると何かが起きるんでとうとう諦めて実はそのまんまになってるんですよね。まあ、今回はねまあ本当に突発的なこの大地震があって予定外のことがあってねそういかてお泊まり、あ、になりたいっていらしたんでああおっきいのとかなと。 泊まるだけだったら大丈夫なんじゃないかなとこちら思ったもんですからねこうしてまあご案内してしまったんですがねこの離れの部屋というのは本来はまあ使ってはいけない開かずの離れなんですよねって言ったそれじゃあまたいつかこの場所で「赤い半天気にせま